ニュージーランド国立博物館でパパトンガレワはニュージーランドの国立博物館である。1865年設立のコロニアルミュージアムに期限を持ち、1988年に博物館設立計画が誕生する。1992年にニュージーランド博物館でパパトンガレワ法1992が議会を通過し、1998年に開館した博物館。 建物の設計は、ジャスマックス社が担当し、クレッチャーコンストラクション社が施工を担当した。一般的には、テッパパや、アワープレイスとして知られ、テッパパトンガレワは大雑把には、ザ・プレイス・オブ・トレジャーズ・オブ・ギスランドと訳せる。テッパパの建物は、ニュージーランド・ウェリントンのケーブル・ストリートの海岸沿いにある。建物内は、ニュージーランドの文化や環境に特化した展示や、喫茶店、 土産物屋の6階からなる。博物館には人造の洞窟や自然の茂み、湿地のある野外空間も含まれる。3万0千平方メートルの建物は1998年の開館に3億ニュージーランドドルかかっている。トリーストリートにある2つ目の建物は研究と保管に用いられており、一般には開放されていない。で、パパはサー・ピーター・ブレイクと ニュージーランド首相のジェニー・シップリー及びシップリーの二人の子供により1998年2月14日に開館された。博物館は開館5ヶ月で入館100万人を記録し、年間100から130万人が訪れる。博物館の基本方針には統一された所蔵品の構想文化と環境の体験、公開討論の理念、タンガタフェヌアと、 単型地り地の2文化間の協調、多様性と多面的な協力の協調を盛り込んでいる。2004年には、当アテパパ、アート・オブザ・ネーションと題されたニュージーランド絵画の長期展示へ、さらなるスペースが当てられた。博物館は、時には議論の中心となることがある。国の最も重要な歴史的芸術品のコレクションの、ある敷地が、 世界で最も活発な活断層の一つの近くにある埋め立て地の水際にあることが一部の人々の心配事ととなっている。いくつかの展示の見せ物的性質への批判がある。いくつかの展示には十分な注意が払われていないという批判もある。例えば、コリン・マカーンの主な作品がニュージーランド文化の展示中の1950年代の冷蔵庫と並んでいることである。 2005年12月には、博物館は、ウェリントンアーツフェスティバルと開催時期が勝ち合った、とアテパパ、アート・オブ・ザ・ネーションの長期間の延長をアナウンスした。それにもかかわらず、博物館は彼らのウェブサイトへ、この変更を反映させず、指輪物語の展示のままとし続けた。これは、ニュージーランドの多くの芸術家コミュニティの間に激しい怒りを引き起こした。 2006年10月には、テッパパでニュージーランド防衛事業連合が4年連続で年次大会を開催した。抗議団体が博物館の正面玄関を封鎖し、来館者の往来を妨害した。似たような抗議で前年には20名の逮捕者が出ている。ありがとうございます。